どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は一日警察官として生活していきたいと思います。今チャンネル登録と高評価をしてくれたらあなたのことをたま警察が守ります。え、頼りないって？そんなことないもん。ということで早速レッツゴー。では早速今日のお仕事していきますか。どうやらね、この手帳に事件が書かれてるみたいです。そしてこれが装備だね。いや、木の剣って弱っ。警察官だから拳銃とか欲しいけどね。まあ一応装備はね、念のため持っておくとして、じゃあ早速どんな事件が起きてるか見ていきましょう。昨夜、フランク・ミラーさんのお家でお金や宝石が盗まれました。事件現場へ行き、犯人の手がかりを探してください。なるほど。今回は泥棒の犯人を捕まえるのかな？そうとなれば早速出発だ。ということで、おー、このパトカーに乗ってくんだね。かっこいい。せっかく一日警察になるわけだし、記念撮影しちゃおう。カシャカシャ。じゃあ早速乗って、どうやらこのコンパスが向いてる方向にね、フランク・ミラーさんの家があるみたいです。ちょ、あ、やばい、待って。運転、むずい。まあ、やばい。むずい。待って。警察官がこんな運転していいですか？あー、やばい。あ、ここか。よーし、着いた。フランク・ミラーズ・ハウス。ここが事件現場ですね。早速、調査開始といきますか。どれどれ？こっちはいけないね。じゃあ2階かな？お邪魔しまーす。フランク・ミラーさんはお家にいないのかね？うわ！これは犯人の足跡なんじゃないか？そうに違いない。じゃあ、このバッグを置いて、サンプルを取りましょう。よーし！これで証拠をゲット！そうとなったら早速戻って、より詳しく調べよう。おいしょ。安全運転で帰ろう。やばい。痛い。ちょ、本当に。せっかく警察官になったんだが、首なる。よーし。駐車の仕方。乗り上げてる。お疲れ様でーす。お、ラボ、ここだね。よし。証拠を入れて。ってあれ？動かないぞ。ん？何？故障中？どうやらコンピューターボードとワイヤーとバッテリーが壊れてるみたい。買いに行かないと。まったく！これじゃただのお使いじゃないか。しゃあない、ショップ行きますか。あ、すぐ近くだね。ショップここだね。はい。失礼しまーす。ってあれ？店員さんおらん。じゃあもらってっちゃうよ。はい、コンピューターボードにバッテリーにワイヤー。あれ？一瞬でなくなったよ。プリンターが直りました。ラボに戻りましょう。え、どういうこと？買った瞬間直ったんだけど。しかもなんか、手錠手に入ったよ、手錠。でかっ。めちゃくちゃでかい手錠。っていうことはそろそろ、犯人捕まえられるんじゃん？さーて、犯人はどんな顔してるんだ？あいしょ。お？なんだこのチェスト。これ証拠かな？写真だって。見てみよう。お？足跡を調べたところ、左の女性のものということが発覚いたしました。容疑者は赤いブラウスと青いジーンズを着用しているようです。目撃情報をもとに彼女を見つけて逮捕してください。え？まさかの女性が犯人なの？その目撃情報っていうのがこの3箇所であったらしいから、今からね、ここに向かって犯人を探すみたい。てか、にしてもお腹すいたんだけど。食べ物ないの、食べ物。腹が減っては戦はできぬ。そして腹が減っては調査はできぬ。食べ物ください。え、ないの？あ、これ買えるんじゃない？リンゴ出てきた！あ、めちゃくちゃリンゴ出てくる！すごー！腐ってそう。自販機からリンゴ出てきたら腐ってそう。あ、美味しい。さ、腹ごしらえもできたし。まずはこの風力発電機の場所に行っていこうかな。じゃあまた、コンパスを見ながら行っていきましょう。え、なんかめっちゃかっこよくない？ねえ、あー、やばい。あー、ちょ、待って、ほんとにやばい。え、ここどこ？え？あが。あ！あった！あっちか。登れるかな、これ。いけ、ゴリ寄せ。よーし、なんとか戻った。さあ、ここですね。うん。写真のところと一緒だ。犯人いるかな？失礼しまーす。お、チェストとか開けられるけど、特にいない。いないね。一応剣持っとくか。いつ犯人が来てもいいように。いないぞ？あ、なんか書いてある。ウォーター？え、待てよ。どうやらこの写真の場所が、水を管理する場所なんだって。もしかしてこのウォーターっていうのはさ、犯人が残した手がかりなんじゃない？この考察、
全部外れてました。さあ次の場所へ行こう。結構登ってくね。よいしょ、あ見えた、ここだね。はい、つけました。ここに犯人がいるってこと？ちょっと怖くなってきた。一応装備つけよう一応ね。よし、あちゃ揚げパン刑事、恥ずかしいな。なんかもうちょっとかっこよくしたいんだけど。さあ犯人ここに隠れてるんか。え、なんか怖い、ドキドキしてきた、ドキドキしてきたよ。ねえいるか、おい犯人いるなら出てこい。でも驚かすな、絶対に。あ、いない、かまどの中にもいない。じゃこの建物かな、なんかそうな感じする。普通の家には多分隠れないもんね。ちょ待って、いきなり出てこないでね、びっくりするから。結構ドキドキしてるんだからね、私今。あれ？いないぞ。ここにはいないみたいだ。じゃあ最後にこの灯台っていうところに行っていきますか。絶対犯人を見つけよう。よーし！え？ここにいるんか？今度こそ。とりあえずこっちのお家から見ていくか。いるかな？剣だけは構えておこう。おーい。いないな。うん。いないね。え、っていうことは、この灯台の上なのか？ちょっとドキドキするじゃないか戦うことあんのかな？よし。うわ、怖っ。めっちゃ怖っ。大丈夫かな？やだね、こんなへっぴり腰の警察官。頼りない。屋上だ。え、いるか？うわー、いたー。特に襲ってこない。目と目は合ってるけど、特に襲ってこないぞ。すいません。逮捕する。はははは。あれ逮捕できた。ちょ、恥ずかしい、恥ずかしい。こんな装備なんか来ちゃって。よっしゃ、よっしゃ、犯人捕まえたぜ。やったーよーし。いやー、いい仕事したぜ。さあ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 、犯人の顔でも拝もうかしら。いたいた、あはは、捕まっとるちゃんと。いや、わっ君、ちょ顔見せなさい。さあ恥ずかしがんないで。うわ、タトゥー入ってる、背中にもがっつり入ってる。ちょ君ねえ、待って、かたくなに顔合わせらんないんだけど。え、マジでめっちゃ嫌がられるんだけど。ちょこっち見なさい君、ほら君に言いたいことがある。いや、目の下のほくろかわいい。はい、ということで今日の動画は以上です。少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした、バイバーイ。おちたまん。